叩き叩き入れは十分だ。なあ、オラの体に入ってるおめえ。まあ、カメハウスにいる18号さんとマーロンは大丈夫かな。これだけ敵が多いとカメハウスも危ないんじゃ。大丈夫さ、おめえより18号の方が。それはそうなんだけどさ、そうはっきり言われると傷つくぜ。わりわりな、クリリン、どっかでものすげえ気を感じねえか。あ、本当だ。今まで戦ったクローンとは明らかに木の質が違う。もしかしてこの木ってセルじゃないか。確かに目のセルに比べっと小せえ木だけんど似てんな。けんどよ、セルの木は感じんのに戦ってる相手の木は感じねえぞ。相手の木を感じない。ひょっとしてセルと戦ってるのは16号じゃないか。そっか、あいつは人造人間だから木がねえんだ。何か手がかりがつかめるかもしれない。急いで行ってみよう。やっぱりセルだ。それと倒れているのは18号さん。お願い、やめてください。この人だけでも助けて。なんだ、どういう状況なんだ。この野郎、よくも俺の嫁さんを。かと思えば、おめえ本当に復活したんだな。正直おめえとはもう一度戦いてえと思ってたんだ。貴様と孫悟飯の息の根を止めるため地獄から戻ってきてやったぞ。クリリン、そんな相手はオラがすっから。すまない、ごく18号さん。ダメだ、完全に意識を失ってる。あなたはこの…すみません、彼女は私を守るために。ちくしょう、セル絶対に許さない。ふっ、白々しい芝居をする女。まあいいだろう、全員まとめて倒せばいいだけの話だ。むしろ孫悟空と戦うチャンスが。すみません、誰だか分かりませんが、俺はセルを倒してくるんで。私を倒すだと。18号以下の力しかない。やめろクリリン、おめえと姉さん一人守れずに夫を名乗れるかよ。おお、随分と使う。当たり前だ、相手が誰だろうと18号さんを傷つける奴は許さない。
力もセーブされてさえ。イチェル、とどめだ。お前たちはいずれ自分がしたことの重大さを身をもって知る。その時にせいぜい後悔するがいい。なんだと？どういう意味？太陽神！しまった！くそ、逃げられたか。気を感じねえ。探すのは難しそうだな。18号さん、大丈夫ですか？多分気を失っているだけだと思います。お医者様に見てもらわないと詳しいことはわからないですけど。そうですか。あの、18号さんをかばって。いえ、こちらこそ助かりました。お二人ともとてもお強いんですね。まさか波動の影響下であそこまで力が発揮できるとは。波動？なんか知ってんのか？あ、もしよかったら18号さんに何があったのか教えてもらえませんか？彼女には絶対にカメハウスから出るなって言っておいたのに。わかりました。実は私、レッドリボン軍に雇われていた研究員なんです。18号さんは波動で意識を失ったところを軍によってさら、何のためにさらわれたのかまではわかりませんが、もしかしてクローンが出現したりセルたちが復活した。はい、私は波動によって戦士の気を抑え他の人間を憑依させる。これはリンク技術というものでつい先日完成したばかりなんです。ですが軍の目的が全宇宙の掌握だと知り、18号さんとは逃走中に知り合い一緒に逃げることに。でも途中でセルと遭遇して18号さんは犠牲。よくわかんねえけど、つまりレッドリボン軍が悪さしようとしてんだな。そんでおめえは軍をやめようとしたら襲われたっちゅうことか？お願いです、レッドリボン。もちろんです。二度と悪さをできないよう組織を壊滅させてやりますよ。ちなみにレッドリボン、できれば道案。すみません、基地の正確な場所は分かる。何せ逃げるのに必死だったので。そうですか。あ、そうだ、ブルマさんって人のと、俺たち今からそのブルマさんのもとに。あそこならここより安全なはずだしな。いえ、家族のことが心配なのでうちに帰ろうと思います。私のことより一刻も早く。はい、わかりました。敵がいくら強くても想像の前に破壊あり。
で楽しませてくれよ。しょうがないな。こっちだ。どうだ。ちょっと見せるのが本当の力だ。ハハ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 。僕の戦いを手助けするよりブルマに運動の交代だ。
僕も待っていろ助けに来てやったぞ。 殺し屋、腕前は見事だね。褒めてあげるよ。 油断した。面白い。
もっと見せてくれ。殲滅する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 マグルだ。これなら狙え狙え声で止めろ皆さん。排除。